背景イットショーのチャンネル登録者様、いつもご視聴ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。本日なんですけれども、以前ねアイリークを紹介した時に教えてもらったアイリークのカスクストレングスというやつもあるぞということで、入手してみました。こちら 700ml でなんとアルコール度数がね驚異の 58% っていうことで、まあ、相当イキってますね。これはもう飲んでみるしかないということで、飲んでみたいと思います。で、箱になんかねいろいろ書いてあるんですけど、まあ翻訳した感じアイリークはアイラの真の男だとかなんかねよくわけのわからんことが書いてあります。はい、などと申しておりって感じですね。はい、ボトル自体が、はい、カスクストレングスじゃない方のアイリークと並べてもまあだいたいボトルの形とかは一緒ですよね。色とかはどうかな、さすがにカスクストレングスの方が色が濃い気がする。で、輸入者はアクサス株式会社になってますね。うん、まあ、それじゃあ飲んでみましょう。口開け失礼します。ペリペリっと開けていきます。ポンと、はい、それじゃあ飲んでみましょう。15ミリ飲んでみます。まずはストレートで、いやはや 58% なのに強烈な旨味ですね。まあ当然アルコールのきつさっていうのはありますが、それと同じぐらいモルト由来の旨味なんかもあるので非常に美味しいですね。で、アイリークのカスクストレングス 58% は僕もネットで買ったんですけど、アマゾン価格だと4100円ってことですね。まあ送料が700円なんで実質5000円弱ぐらいなのかな。でも楽天だとねもうちょっと安いと思う。うん、ちょっとなんかもうどこで買ったか覚えてないんだけど、そんな5000円もしなかったと思うな。じゃあちょっとトワイスアップにしてみましょう。こういうね度数の高すぎるお酒っていうのは基本的にトワイスアップ前提くらいで飲んだ方がいいかなとは思います。ちょっと加水して、まあただストレートでもねものすごいコクと旨味甘みがあるんでめちゃくちゃうまいです。で、がっつりピートは効いてるんですが、ピートのニュアンス以上にうまさっていう方が来るんで、まあ、そこまでピートが好きじゃないって人も飲めるんじゃないかなとは思います。ピート入門編にはいいかもしれない。まあ入門って言っても度数が高すぎるから上ってなっちゃうと本末転倒かもしれないんだけど、お酒自体が嫌になってしまうかもしれないっていう意味ではね、まあ、ちょっと加水してみましょう。はい、トワイスアップぐらいにしました。で、トワイスアップぐらいって言ってもこの 58% のお酒を半分に薄めるのか、もともと 40% ぐらいまで加水されてるお酒を半分にするのかっていうのでもだいぶそのトワイスアップの意味合いも違ってくると思うんですね。だこのカスクストレングスってほぼほぼ樽出しに近いアルコール度数だと思うんで、それを加水するとまあ本当にトワイスアップにしっかり倍ぐらいまで薄めるっていうことの意味はあるのかなとは思います。それでもね30度まではいかないけど29度ぐらいはあるわけなんで、まあだいぶ焼酎のよりは濃いですよね。焼酎 25% なんで、ただもともと 40% まで調整されてるウイスキーを丸々水倍まで足して 20% ぐらいまで薄めちゃうのはちょっとやりすぎかなって気がしないでもないですね。とりあえず飲んでみます。あ、いいっすね。香りがスモーキーなんですけど、そこまでなんていうかヨード香っていうんですかね、あのケミカルな感じはしないので、まあ、ピートに苦手意識持ってる人でもこれならねちょっと加水して飲んでみてほしいかなっていう感じのお酒にはなってますね。意外とこういうなんだろうな、美味しい系のピートを効いてるお酒からやっぱり美味しくないとねどうしても好きになれないと思うんで、こういうしっかり美味しいやつを飲んでどんどん沼にはまっていくっていうのが正しい順序かなと思います。まあ別にあのハマらせたいわけではないんで、興味がある方だけにしてほしいですが、うん、じゃあ飲んでみます。あ、美味しいですね。ただこれ加水するとちょっとおがくずっぽさというか灰っぽさ、まあピート由来の味わいだと思うんですけどっていうものが目立ってきますね。であるならばここまで加水しなくてよかったかもしれない。本当にちょっと数滴垂らすみたいな、まあ数滴はちょっとやりすぎだと思うけど、正直しっかり加水せえやっていう思っちゃうから、まあそこまであの神経質に加水する必要はないと思うけれども、倍までは加水しない方がいいんじゃないかなとは思う。ああでもちょっとね今この瞬間でも本当に香りがと味が開いてきてまた味わいが変化してきたかなって思いますね。この感じだったらロックでもうまいんじゃないかな。ちょっと氷取ってきます。はい、じゃあねちょっとロックも試してみたいなと思います。 15mm やっぱねこっちのカスクストレングにしても俺的にはタリスカーに近いかなと思うね。はい、こんな感じでちょっとロックにしてみました。でこのカスクストレングスよりも多分タリスカーの方が安いと思うんで、一番ピート系苦手意識があってとか、まあそうでなくても俺はすごいタリスカーを押したいけどね。じゃあちょっとロックでも飲んでみます。
まあロックにしただけでも結構おがくず感っていうのは出てくるかな。思ったほど想像してたよりもなんかロックにしたらうまいかなと思ったけど、まあそんなこともないな。うん、やっぱ相変わらず香りは開いてくるね。これもしかしたら飲み方としては意外にストレートが一番美味しいかもしれないというか、ストレート好きな人はぜひこのアイリークのカスクストレングス 58% のストレートを飲んでみてほしいかもしれない。当然度数由来のアルコール感っていうのはあるけども、あでもこれで 58% なんだっていう感じで飲めてしまうぐらいのそのアルコール感ではあります。そこまでね警戒する必要のないアルコール感じゃないかなと思いますね。うん、まあロックもちょっとね置けば美味しくなってくるかな。はい、それじゃあね最後にハイボール飲んでみましょう。でハイボールがですね今日もうちょっと何杯か飲んでるんで10ミリで作ってみようかなと思います。でも10ミリだとちょうど1対3っていう割合で作りやすいんで、はい、これがねちょうど1対3で割ったハイボールです。じゃあ飲んでみます。まあ、やっぱりおがくずみは感じちゃうかな。なんか加水すればするほどモルト由来の旨味とか甘み、コクみたいなののニュアンスからどんどんそのおがくずっぽさ、灰っぽさ、ピートって燻製みたいなもんだから、まあなんだろう、火で炙って作ってるわけだから、そういうニュアンスが出てきちゃうんだと思うんだけど、そっちの感じが強くなってきちゃうかな。まあでもこの感じが好きって人は多分いるんだろうなとは思うけど、うん、ストレートで飲むのが一番うまいんじゃないかな。まあそれがねほんのちょび加水、指でこんなポチョンみたいなことをやる必要はないけども、まあ本当にちょこっと加水ですねぐらいが美味しいかもしれない。もしくはあのちょっとついだらこうやってよく手で温めてもいいですし、まあめんどくさかったらね電子レンジで5秒とかブーンってやるとかでもいいと思います。なんか自分でもねバーとかだと電子レンジとかないんで一生懸命こうやって手で温めて、でアルコールをあえて蒸発させるというか開かせるんですよ、無理やりお酒をってことやるんですけど、宅飲みするんだったら僕とかは正直電子レンジにブーって入れちゃってますっていうのが、すごいウイスキーだとそういう飲み方が邪道っていうかかっこ悪いって思われるかもしれないですけど、日本酒とかで言えば普通に熱燗とか言うじゃないですか。あれと一緒だと思うんですよね。だからまあ変にかっこつける必要はないと思いますよ。常温でもしそっちの方が美味しいって思うんであれば、まあ、手で温めて人肌に近づけるっていうのもいいかもしれないけど、手っ取り早くやるんだったらね別に電子レンジブーってちょっとやってちょこっとだけ温めるっていうので、でもだいぶウイスキーの風味って変わってくるんで、そういう飲み方なんかもおすすめですね。これはねちょっとそうやって強制的に無理やり若干開かせた方が美味しくなるタイプのお酒だと思います。うん、でしっかり開かせてやれば本当にモルト由来の甘みも感じ取れますし、それとピートの相乗効果で嫌じゃない感じっていうのが出てくるんで、これはね単純に 58% 台ってなってくると、他に僕もそれぐらいのアルコール度数のお酒持ってないんでなかなかありがたいですよね。パンチが効いてるお酒はどれだってなったら必然的にこのアイリークカスクストレングスが候補に上がってくるんで、まあ、ちょっとねそういうパンチが効いてるのを飲みたい時には非常にありがたいお供になってくれます。はい、まあ、今日はこんな感じでねアイリークのカスクストレングスをご紹介させていただきました。まあ、ノーマル版のねアイリークも十分美味しいと思いますが、アイリークカスクストレングスの方がねやっぱりシンプルに美味しいなと思いました。まあ、ただその分値段もするのでそこをどう捉えるかなんですけれども、正直ねこの60度近い度数のお酒ってあんまり探してもないんですよね。なんならプロムザバレルよりアルコール度数が高いんで、それがね5000円以下で買えるってなってくるとだいぶ唯一無二のお酒というか、要は1本はキープしておきたいなみたいなラインナップにはなってくるのかなっていう気はしました。グレンファークラスの105とかもすごいアルコール度数高いんで有名だとは思うんですけど、あれはあれでね、まあアルコール度数が高いっていう意味で言うとまあそうなんだけれども、別にピートは効いてないんですよ。だからなんだろうな、度数の高いお酒っていう認識はできるんだけども、ピートが効いててかつすごい度数が高い系のお酒っていう意味だとアイリークのカスクストレングスはだいぶお手頃っていうことになりますね。もちろん1万円台とか5000円以上ぐらいのお酒だったら全然探したらあると思うんですけど、5000円切ってる価格帯でこれだけのパフォーマンスを出してくるっていうのは、まあ相当珍しいかなと思います。僕もいろいろ飲んできた中でも非常に好感度が高いというか、まあ、率直に珍しいなと思います。これ1本持っとけばピートが効いててハイアルコールタイプのっていうのが抑えられるんで、
まあ、単純に度数が高ければいいってわけじゃないじゃないですか。そのヒートかつ度数が高いっていうのの珍しさっていうのがあんまりないんで、それを指標として1本自宅にキープしておくっていうのはありなのかなっていう気はしました。はい、そんな感じでね、視聴者の方から教えてもらって実際に買ってみたんですけど、まあ結構ね、値段どうかなって思ったんですけど、全然悪くないですね。うん、これはこれだったら、あ、買ってよかったって思えるお酒でした。はい、ご紹介いただきありがとうございました。そんな感じで今日の動画は締めさせていただきたいと思います。もしこちらの動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではブルサイトでした。また。